生まれは都市圏だけど、まだ緑が多かった頃なので遊び場にはことかかなかった。家の近くに大きな空き地があって、毎年盆踊りをそこでやっていたのを覚えている。その空き地が潰されて大きな工場ができた時に、自分の遊び場所がなくなってすごく悲しい思いをした。そんな頃の話。小学校の頃はやんちゃだった。いつもいたずらばかりして怒られているような。そんな俺と同じようにやんちゃな直文とよしき。三人で遊んでいれば何でもできそうな気がしたもんだよ。夏休みのある日、自転車で川を遡っていって、水のきれいなところで川遊びをしようってことになったんだ。朝から自分たちでおにぎり作って、水筒に麦茶詰めて、リュックを担いで、一生懸命自転車を漕いでさ。そういったちょっとした、冒険旅行みたいなことは誰でもするだろ？俺たちもそう。それで、朝早くから三人集合して、川を遡ったんだ。もちろん河原を遡っていくのは無理だから、川に沿った道を延々と。時には迷いながら、2時間ぐらい遡った山のふもとで、ちょっと休憩しようってなったんだ。もちろんそこは知らない町でさ、電柱には、五木町、って書いてあった。面白いのは、同じ色の青い屋根、同じ大きさの家がいっぱい並んでたのをよく覚えてる。おかしいな、とも思ったんだが、それでも三人いれば楽しくって気にならなかったな。自転車を川沿いの道の端に寄せて止めてから、俺たちは河原に降りた。天気は少し曇ってたけど、蒸し暑い上に自転車こいたせいもあって、汗でベタベタ。一刻も早く川の中で体を冷やしたいって思って川の方へ向かったんだけど、そこにはその町の住民らしき人が20人くらい、大人も子供も集まって、なんかやってるんだ。一言も話をせずに、黙々と作業をしてる感じ。大人も、子供も、老若男女問わず、土を掘ってるように見えて、なんとなく異様な光景に思わず俺たちの足は止まってしまった。そして、示し合わせたかのように一斉にこっちに向けられる数十の瞳。今でもはっきり覚えてる。その瞳にはこう、なんて言ったらいいのかな？正規的なものがなくって、うつろな感じだった。そう思ったか思ってないかのところで、その集団の中から小さな女の子の声で、のお兄さんが来たね。って聞こえた。その瞬間、本当に瞬く間に、今まで正気がなかったのにすごく優しい顔になって話しかけてきたんだ。どっから来たんだ？とか、三人だけで来たのか、そりゃすごい、とか。俺と直文はそのギャップが怖くなって、あまり喋ることができなかったんだけど、人見知りをしない吉木はいつの間にか溶け込んで、笑いながら話をしてる。周りの住人もニコニコしてるし、俺たちに、疲れただろ？とか言いながら、紙コップに入れたお茶とかお菓子とか出してくれる。最初は警戒していた俺も直文もだんだん慣れてきて、お茶やお菓子をもらっていろんな話をした。今日はこの街でお祭りがあるから、よかったら参加していきなさい、とか言われて喜んでたっけな。その後、街の子供たちと川遊びをして遊んだ。魚を捕まえたり、水風船持って追いかけっこしたり。この街のみんな人懐っこくて、トイレに行くにも必ず誰かがついてくる。だから、一人ぼっちになることがなくて楽しく遊べたんだ。夕方になったので、そろそろ帰らないといけないと三人で相談してたら、住人のおじさんが、今日はお祭りがあるから遊んでいきなさい。自転車と君たちは車で送ってあげるから。と言われて、三人で、どうしよう、と悩んだ挙句、その提案を受けることにした。遊びの途中で帰るなんてその頃考えられなかったし、いつも遅くなって親に怒られていて、慣れていたってのもある。それを伝えると、目をまん丸にして、そうかそうか、って喜んでくれた上に、他のみんな、この町の子供、はハッピーに着替えてるから、君たちも着替えるといい。と、赤いハッピーを3つ手渡された。T シャツの上からハッピーを羽織ると、おじさんは、よく似合ってるよ。やっぱ主役はこうでなきゃ。って褒めてくれたんだ。その後おじさんに連れられて、町の人でごった返した祭りの会場に連れて行ってもらったんだ。会場は所狭しと出店が並んでいて、2
通であれば真ん中には櫓が組まれているはずなのにそれはなく、ひな壇みたいなものがあって、その上で太鼓と笛が小気味良い音を奏でてる。そのひな壇の近くにおみこしが大小二つあって、大きい方は15人くらいで持つやつ。小さい方はその気になれば一人でも担げるような、ミニみこしだった。なんだあれはと思っていると、法被を着た子供たちがどこからともなくわらわらと俺たちの周りに寄ってきた。総勢で20人くらいいたのかな？高学年の子も低学年の子もいて、みんなニコニコしてるんだけど、みんな法被の色は紺色だった。俺たちと法被の色が違うね。というと、高学年ぽい子に、お兄さんだからだよ。と言われた。俺より高学年ぽいけど違うのかな？って思ったんだけど、まあいいやって思って、子供みんなで遊んでた。で店に行くと、お金はいらんから、って何でもくれる気前の良さ。俺たちも他の子供も綿飴食べたり、射的したりで存分に遊ばしてもらった。大人はというと、遠巻きに子供たちを眺めながら酒を飲んでいる。しばらく遊んで、頃合いと見たのかさっきのおじさんが、中央のひな壇の上で大きな声で喋り始めた。一斉にやむ笛の音や太鼓の音。それでは、お兄さん祭りを開催します。という声と共に歓喜の声。大人も子供も、俺たちも訳もわからずはしゃいでる。子供たちは全員がそのおじさんに連れられて、さっきのみこしがあったところに。町の子供たちは、あらかじめ場所が決められていたかのように大きなみこしの周りに順序よく整列した。このみこしはすごくキラキラしていて装飾がすごい。もちろん子供が持てる大きさなので、テレビなんかで大人が担ぐみこしに比べれば大したことはないが、一見して豪華だということは子供ながらにもわかった。俺たち三人はどうすればいいのかわからないのでまごまごしていると、さっきのおじさんがやってきて、ほら、君たち三人はこの小さい方を担いでね。と、大きいみこしのすぐ近くにある小さいみこしを指さした。近寄って見てみると、こまごまとした装飾に屋根の上には炎のような飾りがついていて、昔は綺麗だったのだろうが、今はだいぶ汚れている。泥汚れ？らしきものもあり、おじさんを振り返ると。この前の祭りで落としちゃって少し汚れてるけど、大丈夫だよ。と笑顔で言われ、なんだ、と安心したのを覚えてる。配置は、俺が進行方向で言えば前で担ぐことになり、ヨシキが左で直文が右だった。すると、おじさんがまた大きな声で、それではみこしを担いでください。と指示を出すと、大きなみこしはえーという掛け声と共に子供たちの肩に担がれた。それを見た俺たちも、掛け声を入れつつ小さなみこしを担ぐ。いや、担ごうとした。その瞬間、見た目と違う重さにびっくりして、みこしを落としそうになった。慌てて駆け寄るおじさんが支えてくれて落とさずに済んだが、尋常でない重さだ。おじさんの方をちらっと見ると、ほらほら頑張って、周りを5周くらいするだけだからね。と優しく言われたので、頑張ってみることにした。両肩がみこしの重さできしむが、歩けないほどじゃない。そろそろとゆっくりではあるが、三人で時計回りに歩き出した。それと同時に、笛と太鼓の楽しそうな音色が始まる。いつの間にか大人たちが近寄ってきていて、ほらほら、頑張って。とか応援してくれる。最初は重さのあまりおっかなびっくりだったが、少し慣れてきたのか、歩く速度より少し遅いくらいのスピードになっていた。この時で半周くらいだったかな。もう少しで一周というところで、突然後ろから、ドン、と押される感じがあった。よたよたと千鳥足になったが、なんとかこらえることができた。何があったのかと後ろを振り返ると、真後ろに大きなみこしを担いだ子供たちがニヤニヤしながら立っていた。どうも大きなみこしが俺たちのみこしに追突したみたいだった。一番先頭の子供が、ごめんねー、と謝ってきたので、大丈夫、とだけ返して、また歩き始めた。ようやく一周。これをあと4周かと思い、少し息を入れたところでまたもや、ドン、と来た。同じようによろめく俺たちとみこし。後ろを向くと、やっぱり大きなみこしの子供たちがニヤニヤしている。一番先頭の子供が、ごめんねー、とまた謝ってきた。あまり口を聞く余裕がないほど重いので、軽くうなずき、また歩き始める。
いつの間にか大人たちは近すぎるほどそばに寄ってきており、手を伸ばせば触れられるほどの距離だ。みんな口々に、頑張れ、とか、もう少し、とか応援している。その応援を支えに歩こうと数歩行ったところで、今までにはないくらい激しい衝撃が来た。思わずみこしから手を離してしまい、地面に手をつく。みこしが落ちると思い上を見上げると、そばまで寄った大人たちが落ちないように支えててくれたようで、みこしは宙に浮かんでいる。別の大人の手が俺を起こしみこしのところに立たせると、みこしを支えていてくれた手がなくなり、みこしが両肩に食い込む。後ろを見る余裕もないが、耳には、遅いからさ、ぶつかっちゃうんだよねー、という声が聞こえてくる。一瞬ムカついたが、今は早くこのみこしを下ろしたい一心だったので、また歩き始めようとしたその瞬間を狙って、ドン、とやられた。同じようにつんのめり、両手が地面につきそうになったところで大人の手に支えられる。みこしも宙に浮いている。また起こされて、みこしを担ぐ。またすぐに、ドン。また転びそうになると大人の手が支え、またみこしを担ぐ。明らかに異常だ。周りの声も、頑張れ、とかいう応援じゃなく、早く立て、とか、早く歩け、などの怒声に変わってきている。半分泣きそうになりながらみこしを担ぐ三人。周りの大人の中には、竹を盾に裂いた竹刀のようなものでケツのあたりを叩いてくる人までいる。もう嫌だと思って逃げようとしても、周りの大人によって引きずられて戻される。おかしい。何かおかしい。そう思い、ふと近くにいた大人の顔を見て、びっくりした。すでに笑顔ではなかった。まるで敵を見るかのような目で、俺たち三人を睨みつけていた。周りの他の大人たちも同じだった。皆が皆すごい形相で睨んでいる。子供心にこれはまずいと思い、なんとか逃げ出そうと考えるが、それを見越したように後ろから、ドン、とやられて、また転んでしまった。荒々しい手に立たされ、無理やり見越しを担がされる。そのわずかな間で周りを見渡すと、俺たち三人の見越しの周りに大人が群がっている。進行方向の右手にいつもひな壇があるので大人は少なめだ。大人のほとんどは左手と正面に集まっている。真後ろには大きな見越しが迫っている。神輿を担がされる前に吉木と直文の顔を見た。目が合った。軽くうなずくと、神輿を担がされて大人たちの手がなくなった瞬間に、右側に神輿をわざと倒した。よろけて倒れたと思った大人が、手を出して神輿を支えようとする。俺たち三人はその隙を見てひな壇の方に駆け出した。後ろからは大人の声で、捕まえろ。という叫び声が上がっていたが、その頃には一心不乱に笛や太鼓の音を鳴らす大人の脇をすり抜けていた。闇雲に走って川沿いの道まで来ると、そのままの勢いで下流に向かって走り出した。どのくらい走ったかわからないが、息が切れるまで走り続けて、もう走れないところまで走り後ろを振り返ると、懐中電灯の光らしきものが10個以上見える。その光景に寒気を感じて、三人で無理やり走り出した。少し走ると、もう息は続かない。もう限界だ、と思った時に、目の前に自分たちの自転車が見えた。三人で何も言わずに飛び乗り、ひたすらペダルを漕ぎ続けた。怖くても後ろを振り向く余裕もない。必死だった。自分の知ってる道に出ても喋る余裕がなくって、ひたすらペダルを漕ぎ続け、一番近い俺の家に三人とも転がり込んだ。玄関から入るなり安心して泣き出す三人。怒りまくっていた母親も父親もあっけに取られていたと思う。そりゃそうだ。やっと帰ってきたと思ったら赤い8匹で、傷だらけで泣きわめく息子を見たらびっくりするに決まってる。人泣きしてようやく事情聴取。もちろん他の二人の親も呼ばれた。今日起きたことを包み隠さず話した。川を遡ったこと、山のふもとの町で親切にしてもらったけど、重いみこしを担がされたこと。年上にお兄さんと呼ばれたり、町人の態度がおかしくなり、すごい目で睨まれたこと。親たちはみんな頭の中がハテナだったに違いない。でもその中で直文のお父さんが聞いてきた。
その町の家の屋根の色、全部青じゃなかったか？俺たちはみんな、そうそう、とうなずいた。直文のお父さんは、やっぱりか、と言って、説明を始めた。直文のお父さんによると、その地域は昔から差別の強い。いや、というよりは仲間意識が強い地域で、みんなが同じ家に住み同じように暮らしていくという、社会主義みたいな考えがある地域らしいんだ。そんな村の昔話で、鬼の一家が出た話ってのがあるらしい。近くの山には鬼の一家が住んでいて、それが時々麓に降りてきては悪さをして逃げていく。一番悪いのは父親であろう大鬼で、人を犯し、殺し、はみ、これを至上の楽しみとしていた。あとは4匹の小さな鬼で子供のようだったが、父親と同じように悪さをしていたという。鬼たちはそんなことを繰り返していた。その町、その時は村か、も結構な被害が出て、襲われて命を落とす者や、さらわれていくことがあったようだ。仲間意識の強い村の中でのこと。どうにかしようと村の中で思案し合った結果、鬼一家をもてなすことに決めたらしい。鬼が来たら村人みんなでニコニコしながらお出迎えをし、考えられるすべてのもてなしをした。そんなことしたら鬼が一家で居つくかもしれないって考えるだろ？最初は警戒していた鬼もだんだん慣れていき、結局一家で居ついてしまった。それでもみんなニコニコ。ある日、いつものようにもてなしていると、大鬼は酔っ払って眠たそうにしている。それを察したある村民が大きな戸板を持ってきて、この上に横になってください。私どもが寝床まで運びましょう、と言った。その申し出に大鬼も気を良くし、戸板の上に横になって運んでもらうことにした。そして、そのまま大きな寝息を立てて眠ってしまった。ふと、鬼は目を覚ましたが、体が動かない。見ると体が鎖でぐるぐる巻きにされ、腕を動かすことすらままならない。騙されたと気づき小鬼を呼ぶが、返事がない。大鬼の体は戸板に乗せられていたが、少しずつ動いている。山を登っているようだった。動かない体を無理して戸板の下を覗き込むと、大鬼の体を持ち上げているのは4匹の小鬼だった。その4匹すべてが大怪我を負っている。大鬼の寝ている間に村民にやられたのであろう。片手をなくしている小鬼もいれば、足がもげかかっている小鬼もいた。4匹に共通しているのは、4匹とも両目を潰されているということだった。その小鬼が大鬼の乗った戸板を担いでいるのである。小鬼を村民の一人が、鬼さんこちら、手のなる方へ、と手を叩いて導いてる。周りには人、人、人。そのすべての人の手にはそれぞれ桑やすき、竹で作った槍などがあり、一番近くにいる村民は、たまに小鬼を後ろから手に持った獲物で叩いて喜んでいる。それが山を登っていく。小鬼が倒れそうになると村民が獲物で叩き、起こし、また担がせて歩かせる。そのうち一匹の小鬼が歩けなくなった。足がもげかかっていた小鬼だ。村民は容赦なく獲物で打ち据え、殺してしまった。その死体を戸板の上にいる大鬼に乗せると、大鬼は大きな声で吠えたという。それでも村民は気にしない様子で山を登らせる。少し進んだところで、また小鬼が一匹殺された。小鬼二匹では戸板を担ぐことができなかったので、村民の若い奴が手伝ってやった。数時間かけて山頂に登ったところで、残りの小鬼二匹が殺された。それを見た大鬼は怒り狂った声を上げたが、村民は黙々と焚き火を拾っている。大鬼の上に死んだ小鬼の死体を重ね、その上に焚き火を山のように積み上げて火をつけた。大鬼は死ぬまで吠え続け、完全に生き絶えるまで数時間かかったという。その間村民は宴を開いていたとか。そんなことがあり、鬼退治をした村として後世の村人に伝えるため、毎年その時期になるとお祭りをすることにした。鬼役が4人ほど、ほとんどは子供、で重い神輿を担ぎ、それを村民全員でからかいながら練り歩くというもので、昔は、鬼祭り、と呼ばれていたらしい。しかし、村内で鬼役をするのを嫌がる村民が増えたため、たまたまその時期に来た旅人とかに無理やりさせることにしたという。鬼退治の時と同じように、最初はもてなしておいて、
祭りがあると言って参加させ、無理やり神輿を担がせる。近年は、鬼祭り、を、鬼さん祭り、と改めてはいるが、よそ者が行くと必ず神輿を担がされてひどい目に遭うので、知ってる人はこの時期は誰も近づかないようにしている、という。それを聞いて、俺たちは身震いした。あの時言ってた、お兄さん、は、お兄さん、じゃなくって、お兄さん、だったんだ。そう考えていたら、直文のお父さんがぽつりと。ものの本によると、山に住んでいたのは、鬼の一家、じゃなく、山賊の一家、らしいんだよな。で、じゃあ、殺されたのは、五匹の鬼じゃなくて、五人の。それからしばらくは外出できず、家の中で少しの物音にも震えてた。